ちゃうと甘くなっちゃうの。芝居ちゃうと向こうすっきりになっちゃうの。こうなっちゃう。だから、もうにかなんで、ね、チャリンスタート1個か。こうなっちゃうと、うん、こうやってたら、全然、パーフェクトないの。そうです。言うから、ね。で、ほんま楽だと思います。縦に振り分けて、縦に振り分けて、縦に振り分けて、最初に、この辺に向かって、思いっきり。この手、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 できない時やるの無理。できる位置を探すのが練習。ちょうどいい、ちょうどいい自分がこう動いて、どっかどっかな、どっかな、どこかなって。探す。じゃあ少しやります。こちらが何かやったらね、何やってるかすぐ分かんない。手に巻くと、じゃあ足。ね。手に巻くっていう気持ちで。もう場所探すなら。こういうふうにできる位置、こういうふうにできる位置を探してるの。彼女がすごいでかいわけで、思いました。こういう。だから、力抜いてできる位置ってのは、全部この辺の位置なの。これからこういうふうにね、ずっと、こういうふうにやってやらないと。これ、足がきついのに、みんな、これ、ぶつかってるの。ぶつからない位置探してるの。この辺かな、この辺かな、この辺だ。で、こう見る。この辺でっていうのはね、これ探さないで、探す。練習しないで。いや、まあね、足。ぶつかっちゃったら、じゃあどうしましょうか。今度、足をこう、積極的に回るのは、こうなりますよね。こう上げたんだけど、ガツン、こうぶつかっちゃった。自分がこっち。Thank you.
やってくださるじゃないですか。でも、この手で、作られたと、なっちゃう。だから、あちらへどうぞ行ってから、で、もらってくから。あちらへどうぞ言わないと、あちらへどうぞって意味がさ、自分の相手と合ってるんで、ここで。これがないと、相手と相手がそれをやっちゃうと、やっちゃう。そうなんです。必ず何年か会ってない会ってるからこう言われました。じゃあ同じですけど私今はそれ近いところで近いところで近いところで、でもちょっと近くなくて周りを離れてると同じことやるとお願いし同じ技ですね。でこうやってきて今開けられるものです。離れてる同じ技だから、まあ最初向こう。